陸上自衛隊中央航空音楽隊によります生ファンファーレとともに始まります。東京競馬場メインの第11レース競馬法100周年記念第168回秋の天皇賞 G1 芝の 2000m、 メンバーは11頭です。今回は11年ぶりの天覧競馬として行われます。メンバーは11頭、1984年に 2000m になった秋の天皇賞では最も少ない頭数で行われます。それから3歳馬の参戦は今年はありません。それだけ現4歳馬が光り輝く存在であることを物語っています。世界最強イクイノックスか世代最強ドーデュースか、この2頭の対戦に注目が集まっています。さあゲート入りは1コーナー奥ポケット支店順調に行われて、最後は11番アドマイヤハダル入って、さあゲート入り完了、スタートしました。7番イクイノックス好スタートを切っています。3番ドーデュースも好スタート。まずは5番ガイアフォース出ていきますが、かわしていった10番ジャックドール。藤岡雄介先頭に変わってリードは2馬身ほど、第2コーナーを回って短期先頭に立ちます。10番ジャックドール先頭で向こう正面です。2番手は5番ガイアフォース、1馬身半後方3番手は7番イクイノックス、早めの3番手前から4頭目8番シーグアス、そのうち1番ノースブリッジ、さらにイクイノックスの2馬身背後に3番ドーデュースがつけています。中段には2番エヒト並んで、外は11番アドマイヤハダル、馬群の中に4番ダノンベルーガ、3馬身後方に6番ジャスティンパレス、あとは2馬身差最後方に9番プログノージスです。向こう上面を過ぎて3コーナーへと向かっていくところ、先頭10番ジャックドール、リードは2馬身半3馬身取って、さあ最初の 1000m の通過57秒7です。ジャックドールのペース、2番手は5番ガイアフォース、あとは3馬身離れて単独3番手7番イクイノックス、4番手は8番シーグラス、800を切って3、4コーナー中間、馬群の中に3番ドーデュース、内は1番ノースブリッジ、固まって中段1段です。さあ第4コーナーカーブに向かって残り 600m、 前は10番ジャックドールの逃げ、リードは2馬身で第4コーナーカーブ直線に入っています。2番手は5番ガイアフォース、3番手外からは7番イクイノックス、楽に並んでいく残り 400m、 ルメール仕掛けているか、さあようやく追い出した、弾けるぞ、7番イクイノックス先頭に変わった、2番手は5番ガイアフォース、3番手は3番ドーディウス頑張っていますが、4番ダノンベルーガ、外から9番のプログノーシス、さらには大外6番ジャスティンパレスが2番手争いに食い込んでくる、しかし先頭独走になった、ここはもう敵はいない、先頭7番イクイノックス連覇でゴール、2着は6番ジャスティンパレス、3着は2頭激戦、4番ダノンベルーガか9番のプログノーシスか、府中の風になった、7番イクイノックス鮮やかに颯爽と駆け抜けました。